大田た中は、台湾の台東県台東市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。兄は、CPBL の楽天モンキーズに所属している王、薬林。2011年10月3日にピッツバーグパイレーツと契約して、プロ入り。2012年は、トミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休した。2013年1月14日に、 第3回 WBC のチャイニーズ台北代表に選出されたが1月30日に辞退した。シーズンはルーキー級ガルフコーストリーグパイレーツでプロデビュー。12試合に登板して1勝3敗、防御率3.23、42奪三振を記録した。ミルウォーキーブルワーズ時代2013年12月に行われたルール5ドラフトでミルウォーキーブルワーズから指名され、 移籍した。2014年は開幕ロースター入りし、4月14日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの9回表から登板し、1回を1アンダム失点に抑えた。その後もリリーフとして13試合に登板したが、防御率11.12と安定せず、7月11日に左肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。 8月31日、シンシナティレッツからトレードで加入した、ジョナサン・ブロックストンが51を着用することになった。ため、王の背番号は58へ変更となった。2015年6月16日に、リーフとなり、18日に40人枠を外れる形で、参カの A キューブレバードカウンティー、マナティーズへ配属された。2017年7月30日に、 メジャー契約を結んで2年ぶりにアクティブ、ロースター入りした。2018年1月26日に自由契約となった。2018年1月27日、韓国プロ野球の NC ダイノスと契約した。1998年からの韓国プロ野球の外国人選手史上初の台湾出身選手となる。同年 NC では7勝。 防御率4.26を記録するも自由契約となった。オークランドアスレチックス時代2019年2月1日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。開幕は参加の AAA 級ラスベガスアビエーターズで迎え、5月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2019年8月31日にウェーバー工事を経てパイレーツへ移籍した。 11月2日に40人枠から外れ戦力外となった。その後、新型コロナウイルスの影響もあり、海外球団と契約することができず、台湾に戻ることになった。2020年7月に開催された CPBL のドラフト会議でアジゼンドラゴンズから1指名を受けた。2021年は3月14日の統一、ライオンズ戦で開幕投手を務めるも、4回に。 3を3失点で敗戦投手となり、同月16日に手首の針で2軍へと降格した。4月14日の中心兄弟戦で復帰を果たし、中継ぎ登板し、1回無失点でプロ初ホールドを記録した。同月21日の富国ガーディアンズ戦で、中継ぎ登板し、2回無失点で CBBL 初勝利をマークした。スリークォーターからストレートで、 最速97マイルパアワーを計測した左腕でスライダー、カーブ、チェンジアップといった変化球も投げていた。ありがとうございます。